それでは、津軽家の解説、南部家側史料によるための部の津軽平定編をやっていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さてこれまで、このシリーズにおける津軽家紹介では、基本的に津軽家側史料に沿う形でその歴史を紹介していきました。津軽家側史料の方が、他の大名家の資料と付き合わせた時に整合性が取れている、というのが理由だったな。でも、津軽家の起源や名古屋城におけるための部侮辱事件など、南部家側資料の方が信用できる部分もありますよね。はい。ということで今回は一旦時を遡り、補足編として南部家側資料における津軽平定戦の様子を紹介していきたいと思います。第2回目で少し触れましたけど、津軽家側資料とは大きく異なるその内容に驚きを隠せませんでしたね。というわけで、本編を始めていきましょう。よろしくお願いします。さて、為信が挙兵する以前の津軽は石川貴信という人物が治めていた、というのは覚えているでしょうか？当時の南部家ではナンバー2と言っても過言ではない人物でしたね。当時の津軽は、大浦、大甲子、波岡の3家が大きな勢力を持っていて、その上に石川貴信がいるという構造だったな。その通りです。しかし、明治時代に成立した南部家側史料、南部史料においては、この三つの勢力のうち、波岡家については為信の挙兵から遡ること47年前の大永4年1524年に滅亡したことになっています。そしてこれは、南部家に謀反を起こした南部家家臣、三代門戸の仕業によるものとされています。為信がこの世に生を受けるよりも前に滅んだことになっていますね。そして三代門戸を討伐した石川貴信が、天文2年1533年から天正9年1581年の48年間にわたって津軽支配を任された、となっています。また貴信の居城についても、津軽家側史料では石川城となっているのに対し、南部史料では波岡家の本拠地であった波岡城となっています。為信の出流戦、石川城攻略戦の存在を完全に否定しにかかってますね。もっとも南部家側資料を採用する研究者の間でも、波岡家は天正6年1578年に滅亡したとする説を取る人もおり、その場合、貴信の波岡城入城は天正6年1578年以降となります。そして貴信が生きている間に為信が謀反を起こした、などということはなく、天正9年1581年、石川貴信は津軽で病死しました。南部家側資料では、津軽は貴信支配のもと、平穏を保っていたということだな。一方この頃の南部家本家では、元亀元年1570年以来南部春政と南部信長、両者による血で血を洗う地獄の争いが繰り広げられていました。そして貴信が死んだ時点でも、依然決着はついていませんでした。さて、石川貴信の死後、津軽は彼の次男である石川正信という人物が治めることになりました。次男ということは、南部信長から見れば弟にあたる人物、ということですね。そして大浦為信は、石川正信の側近として南部家の津軽支配を支える重要人物となっていました。しかし、為信は必ずしも正信に従順だったわけではなく、天正11年1583年に飢饉や疫病の流行が起こった際には、他の南部家家臣がこぞって信長に年貢を献上する中、為信はただ一人功能を拒み、むしろ南部家本家から支援物資を送るべきであると主張。為信は本来山の辺城に送るべき年貢や金銭を領民救済に充て、津軽における為信の人気が高まる結果となりました。為信が民思いだったという点は南部家側も認めているんですね。この為信の人気ぶりに危機感を抱いた石川正信は、天正15年1587年に為信を排除するよう信長に要請しますが、久野島定根に謀反の疑いありとして、信長は本腰を入れて介入することはありませんでした。南部家側資料でも、
為信と正真の影の連携プレイが光っているな。しかしこの一連の出来事の後、正信と為信の関係は悪化し、為信は病にかかりしばらく伏せることとなりました。正信、やらかしてしまいましたね。そして為信の魔の手がついに下される。天正17年1589年2月、為信の病が治り、翌月の天正17年1589年3月3日に正信は為信の邸宅で会期祝いを開こうとしました。しかし正信の側近たちは為信は信用できないとして反対し、結局正信が出席することはありませんでした。これに対し為信は4日後の3月7日、料理を波岡城に運ばせ、正信を接待しました。そして事件は起きた。体調が優れぬ。正信様、気をしっかりお持ちくだされ。だ、大事ない、あずるな、グフ。正信様、グオー、正信様。為信の料理を食べてから2日後の3月9日朝、正信は苦しみのあまりもがき出し、それから7日間苦しみ続けた末に、3月16日ついに亡くなってしまいました。怖すぎる。また正信以外にも、為信の料理を口にした為信の妻や娘、その親族4名が死亡。一方、同じ料理を食べたはずの為信はただ一人生き残りました。為信。なんてことをしてくれたんですか。目的のためなら自分の家族だろうと平気で巻き込む。為信の悪人ぶりを強調するエピソードですね。こうして正信を取り除いた為信は、その後も勢力を拡大させていき、天正18年1590年3月、ついに南部家に対して謀反を起こし、瞬く間に浪岡城を占拠。その後、為信は勢いそのままに津軽全域の占領に成功し、南部家から独立したとされています。また遺説によれば、1年前の天正17年1589年3月に為信は挙兵し、初戦で大網城を攻略すると、南部領の要衝である横内城や数の軍の陥落を恐れた信長は、家臣約2州に討伐に動くよう要請しましたが、信長を率いる本隊が野辺地まで兵を進める中、久野辺正真や串引清長など反信長派の面々は出兵を拒みました。そして為信や久野辺氏と近しい関係にあった久慈氏も数度の出兵要請にようやく応じた後、現在の青森県五戸町まで兵を進めるにとどめました。正真、為信を討つべく直ちに兵を出せ。いやだ。何を言っている。出せと言っているだろう。いやだ。信長陣営、ここまで足並みがバラバラとは。家督を継いだもなお、信長は敵だらけだったということですね。そして信長が野辺地で足止めを食らっている隙に為信は津軽平定戦を進め、信長に代わって津軽に進軍した八戸氏の軍勢をも蹴散らし、天正18年1590年3月に南部家からの完全独立を果たしました。どちらにせよ、為信は超高速で津軽を手に入れたということですね。しかしなんだろう、津軽家側資料よりも為信の残酷ぶりが強調されている代わりに、為信の有能ぶりも強調されているような。なぜ南部家側は為信の津軽平定戦が1年前後で終わったと主張しているんでしょうか。ここからは私の憶測になってしまうのですが、南部家がこのような主張をした一番の理由は、為信が反逆者であることを豊臣政権、さらには後世の人間に示すためでしょうね。天正14年1586年、豊臣秀吉によって総武事令が敷かれて以降、大名たちは勝手に戦をすることを禁じられていました。そこで為信の謀反を総武事令発令より後に起こったものとすることで、為信は南部家のみならず豊臣政権に逆らう不届き者、として記憶させる意図があったものと思われます。津軽家側の主張では、為信は天正13年1585年5月までに津軽を平定したことになっていますから、もしこの主張を受け入れてしまうと、為信は総武事令発令前に独立を果たしたことになり、為信側に正当性が生まれてしまう。南部家側はそう考えたのでしょうね。
なお、南部家川史料では為信本人は天正18年1590年の小田原攻めには加わらず、母親を秀吉に直接会わせることで所領を安堵されたと主張していますが、当時、小田原に参陣せず使者だけを派遣した大名は改易されたことを考えると、この主張には無理があると思われます。同じ南部一族である八戸氏や九戸氏は、参陣しなかったことで信長の家臣にされてしまったわけだしな。もし為信が参陣していなかったとしたら、信長の家臣になっていないのはおかしいですからね。このことから、為信の本領安堵についての南部家川主張はかなり無理があると言わざるを得ません。ただ、前々回の動画に寄せられたコメントで、秀吉は毛利から小早川を割ったり、上杉から直江を割ったりして領土を小さく細分化しようとしているのだから、南部が割れたのは秀吉の望んだことなんだと思う。といった趣旨の意見がありましたが、この意見に従えば、為信の津軽平定戦がどのような過程をたどろうと、秀吉は為信を許すつもりだったことになり、南部家川主張もあながち無理とは言えなくなると思いますが、伊達家でも片倉景綱に同様の話が来たことがありましたね。ただ、片倉景綱も小早川高景も直江兼続も、為信と違って主家に対しては忠実な人物でしたし、同列には比べられないかなというのが、私の印象です。まあ、秀吉が望んだことかどうかはともかく、実際は南部家川史料の方が時系列的に正しくて、津軽家川史料が、総武事例よりも前に為信が津軽統一を果たしたかのように日時をいじくって記述を行った。そういう考え方もありそうだよな。まあ、そういう意見も否定はできませんな。え、結局、津軽家川と南部家川で記述内容で大きく違う以上、文献のみでどちらが正しいとは言えないのが実情です。戦国時代の青森県、実際には何が起こったのか？この点に関しては、未来の歴史学者さんに託すしかなさそうです。完全なる解明は、難しそうですね。というわけで、補足会、南部家川史料による津軽平定編はここまでにしたいと思います。というわけで今回は、南部家川史料による津軽平定戦の様子について紹介しました。津軽家川史料よりも、圧倒的に早く滅びた波をかけ、石川城攻略戦などどこ吹く風の石川貴信、そして悪人ぶりが強調された為信の行動、ここまで津軽家川史料と違う点が多いと、もはや何が正しいんだかさっぱりだな。このシリーズでは比較的他家の史料と整合が取れている津軽家川史料をベースに津軽家の紹介を行っていますけど、南部家川史料が全てデタラメとも言い切れないでしょうし、津軽家の出自なんかは特にいい例ですね。しかしこれほど記述内容が違うとは、まさに解説者泣かせの一族ですね。津軽家と南部家については文献資料だけでは把握できない部分が多いので、城跡の発掘など考古学的研究に期待したいところですね。さて次回は、秀吉死後、関ヶ原の戦い前後の津軽家について紹介していきたいと思います。